はい、皆さんこんにちは、フラワーリソシです。今日はですね、刃物とかを使ったかっこいいね、花束を作っていきます。最近よく雑誌で見かけるのが、こうラウンドで色のぶつけ合いのブーケが結構多いですよね。パリスタイルとかなんとかスタイルとか実はあれね、すごく簡単です。なので実際にこう花束が上手くなりたい人は、こうアップダウンなどの花束を作れるようになった方がいいと思います。なので今日はそういう花束をね、ぜひ皆さんに紹介していきたいと思います。では早速早速じゃないでは早速行ってみましょう。どうぞ。でやっぱりこう背面で見てるんじゃわからないと思うんで、皆さんから見て作者の目線でね、今日は制作をしていきます。ちょっとまあカメラのアングルで見にくいかもしれませんけど、ところがあるかもしれませんけど、まあちょっとその辺はご勘弁してください。では行ってみます。今回はユリを入れた花束を作るんで、まずはユリを入れます。そしたらこのストレッチャーの葉っぱ、これをしばすんです。花束は全部スパイラルで作っていきますね。そしたらここでこうドラセナの葉っぱ、少しこう葉っぱを間引いた感じのこの元の方ですね、これを持ちましょう。でその時にこう少しこう暴れてるような葉っぱはここで握り込んじゃいますね。で残ったドラセナの葉っぱもここで握り込んで、こうフラワークッションにしていきます。こういう状態です。でそしたらここでモンステラをここに入れます。で、まあ、ここがクッションになって少しこうモンストの間に間が空きますね。そしたらこれもう一本ね、ここでユリを入れましょう。そうするとこうモンステラがフラワークッションにさらになって、ユリとユリの間がねこう開きます。そしたらここでこのトルコキキョウを入れましょう。このユリとユリの間あたりにね入れていきます。でこう数本ありますので、これはバランスよくねこの間に配置していきますね。はい、このような感じです。そしたらここでまたドラスナの葉っぱをこの今入れたトルコキキョウの外側に入れますね。こういう状態ですね。はい、そしたらこうストレッチャーの葉っぱをもう一枚、今度はこの左側に、このような状態で配置していきます。そしたらこのドラスナですね、今度は芯があるやつをこの今のストレッチャーの前あたりにこう持ちます。とここでまた少しこうフラワークッションができて、花束が安定してきますね。そしたらここでまたトルコキキョウをね入れましょう。はい、このような状態です。そしたらこのアンスリウムをねこの間に入れていきます。今度は高めに入れますね。はい、ここでここにブルースターをちょっと入れます。ブルースターみたいな細かい花はこう固めてね入れていきましょう。はい、このような状態です。そしたらこのモンステラをね最後に下側にこう入れていきましょう。
と手前のこの顎の部分がね大きくなりますね。それでこの最後のモンスター1枚を後ろ側からね、このように入れるとものすごく安定した花束になります。ではここで結束します。このぐらいの花束になると1箇所で安定しないので2箇所を結束します。はい、できました。ではね、花瓶に入れてみてみましょう。こちらの花束いかがだったでしょうか。ラウンドの花束と比べると数十倍難しいです。ただこの花束できるようになると何でもできるようになりますので、ぜひこういう花束を練習しておいてください。1月から始まるね N フラワーの花束レッスンではこういう花束もバンバン制作していきますので、もしね花束にこう不安がある人がいらっしゃいましたらぜひいらしてください。ではですね、今日はこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。こちらをクリックするだけだとチャンネル登録できないんで、その先に、チャンネル登録っていうのが出ますから、そこをクリックしてください。またスマートフォン、タブレットの方はそれも出てないと思うので、下のリンクより入った先のチャンネル登録っていうところをボタンを押してください。ではよろしくお願いします。